カラーノート2予告編その3。わあ、皆さんこんにちは。マジックエアリストの日向大輔です。シンガーソングライターの高橋飛鳥です。はい、ということで3回目になりましたけどね、予告編ね。はい、予告編というのはこのちょっとね音声だけでお送りしてるんですけども、もともとで本番の舞台もラジオ番組風のライブということなので、はい、まあ、ラジオ番組 の、 公開収録、皆さんお付き合いいただくということなんですけど、まあ、その予告編もやっぱラジオだろう、ラジオだろうだって、生ちった。ラジオだべ。ということでね。ラジオでやるべ。ということで、撮らせていただいておりますが、はい。はい。ということで、音声のみでお付き合いいただきたいと思います。はい。ね、もう10月、違う、まだ9月か。9月、もう終わりに差し掛かってきて。気分10月なんだね。でも、最近急にやっぱ寒くなってきたなと思ってね。うん、長袖が引っ張り出してきたりなんかしてますけれども、うん、前回ほら風邪ひいてたじゃん。おお、ヒューガーさんイケメンの声だったね。イケメン、あれイケメンなのあれは。結構ダンディーな、枯れてる方が、うん、ちょっと低い、ね、ガラガラした声でしたけどね。こういう感じで、なんかね、こう編集してる時にその、うん、予告編をなんか 雑音というかね、ノイズっぽいの入るなと思ったら自分の声がガラガラしてるだけだったっていうね。まあなんとか治りましてね。あったね、健康が一番ですな、ね、本当にね。さあ秋も深まってきましたけど、はい、何の秋ってよくね言ったりするじゃん、うん、芸術の秋とかね、あとなんだ食欲とかって、先月かじゃない前回か、うん、前回の予告編では食欲だとか僕は労働だとか言ってましたけど、はい、言ってた。そうそう、でも冷静に考えるとね、ちょうど去年の秋に花粉始めたんだよね。おー、ヒューガさんね、うん、10月ぐらいに始めて、うん、こっそりね、こっそりこっそりこっそり始めたんでしょ。こっそり始めたの。私出会ってないけどね。そうだね、その頃出会ってないね。うん、忘れもしない11月3日文化の日に、お文化の日に楽器屋さん行って、そうなんだ、うん、でこれくださいって花粉買って帰った。へえ、そうなんだ。そう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 、うん、それからレッスンをね積んできたんですけど、だからその後にね高橋さんとお会いしまして、うん、一応ほらなんか話の糸口になるかなと思って、こっちも楽器やってます的なことを言いたくて、花粉やってるんですとか言ってね、まだ習い始めたばっかりだったんで言ってたんですよね、うん、そのうちセッションできたらいいですねとか言ってて、言ってた言ってた、そのうちどころかってね、いつの間にかもう春先にやってましたからね。ましたね。はい、あれだね、マジックじゃなくて楽器ってなかなか今までちゃんと練習したことなかったんですよ。子供の頃、そうだよね、うん、子供の頃はピアノちょっとやったけど、やってたの？やってたよ。ピアノやってたの？言ったじゃん前。マジ？やってたやった。うん、バイエルとかやったよ。へえ。小学校4年生ぐらいでやめちゃったんだけど。あ、でもだからいろいろ伝わるんだ、私の音楽の話が。伝わってる？うん。な何？これ。音符とかもね、結構読めたり、ね。音符、うん、なんかソルフェージュとかはちょっと苦手だったりするんだけど、うん、つまり楽譜を見てパッとメロディーがにはならなかったりするんだけど、うんうん、8分音符がこのぐらいで普天8分はこのぐらいだとかいうのを最近また意識し始めて蘇ってきた、うん、はいはいはい、あ、これ8分9分だこれとか、みんなわかりますか？このシルクハットみたいな2分9分だみたいな、シルクハットみたいなのあるじゃん、ぴょこっと あるね、うん、あとこう1小節全部休むとき下にこうちょびひげみたいにこう全9符書くじゃん。みんなついてきてる。ああいうのって懐かしいなと思って。ヒューガさん今一生懸命指で説明してたからね、楽譜書いて目の前に。そうそうそう。もう子供の頃音楽の記号をね、たくさん覚えて、うん、で不条理なこともいっぱい、ほら、ダブルシャープとかね。あね。シャープ2回やったらもう1個上の音じゃん、うん、みたいな思ったりとか、いろいろ事情があるんだろうけど。出てきたね。うん、そんなことも。うん、まあ、今になってね、その、楽器をやり出すと、あ、そういえばって思い出しましたけどね。はいはい、思い出しつつまた学びつつだよね。でもやっぱ最初のうちはね、ほんと手動かなかったんで、あ、できないってこういう感覚なんだっていうのはすごい嬉しいんだよね。あ、その花粉始めたばっかり。そう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 。おー、それは嬉しいと思う。なんか脳みそがムズムズするというか。おー、うん、できないんだけど、うん、ちょっとできるようになって繰り返していくとどんどん上手くなってっていう過程っていうのは、うん、意外と大人になるとね貴重なんだよ、ね、確かにそう、うん、子供のうちはそういう経験いっぱいあるけど、アスカちゃん全然あれでしょ、もう呼吸するようにピアノ弾けるでしょ。いや、まあまあでもイメージしたらそんな通り指動くでしょ。まあ見て確かめなくても、よっぽど難しい曲じゃなければね。そう、そうだよね。素人だからやっぱり見てて感心するのは、うん、パッと見ずに手が的確な位置スッと動いてちゃんと押すじゃない、はいはい、ね、1センチずれたら違う音だったりするのに、うん、ちゃんと押せるっていうのは、うん、
何なんだろう、もうね、長年やって感覚で覚えたりとか、ね、うんうん、何でもそうだよね。長年お箸使ってご飯食べれるようになると同じ。まあお箸の位置確認しないからね上からこのぐらいの何センチのぐらいに持つといいとか考えずにやってるもんね、うんうん、感覚ね、うん、それ言ったら僕もいっぱいあるでしょ、日向さんなんて。どうなんでしょうね、そのトランプとかはね、やっぱり持つと、あ、枚数ちょっと少ないかもとか分かることがある。分かるんだ、うん、すごいね。あ、これ40枚ちょっとしかないなとか分かる。本当に分かる分かる分かる、すごいね、うん、いや毎日持ってるもんね。毎日、うん、そうだ ね、あの僕の知り合いの、藤井明さんというマジシャンの方がいて、でその方は本当トランプずっと持ってるの、生活の時間の、僕はそうは言ってもマジックする時しか持たないんだけど、普段から持ってるのその人。あ、そうなんだ。そう、ツイッターで前僕が縦列駐車うまくできた、いや難しいね駐車するってってことをつぶやいたら、うん、藤井さんが、うん、いや本当そうだよね、トランプ持ったままだと本当に大変だよねいや普通の人持ってないからって、おかしい、ね、むしろそれちょっと危ないからみたいな、ね、そんなこと書いてる、捕まっちゃうよみたいなね、いやまあ藤井さんなりのジョークだと思うんだけど、なんかそれ本当それ冗談じゃないんじゃないかぐらいずっと思ってたりするんだよね。本当そういう人もいますけど、はい、皆さんはどんなものが手についてますか？よくわかんないでもあるよね、そういうのも、ね、そうですね、はい、手に つかないといえばですね、うん、あのつかみどころがない曲結構高橋さん書くじゃないですか。お、そっち来た、うん、そう、あのいわゆる普通のなんていうの、正統派のバラードとかラブソングとかポップスとは違う、うん、何この変な歌みたいなの何曲か僕あるんですよ。大体私の曲、動物が絡んでくること多いんですけど、あ、動物大好きだからね、動物絡んでくる曲はなんか何この曲っていうのが多いんですけど、あ、そう、うん、あの今日はその曲をちょっと紹介していただきたいと思うんですけど、うん、どういう経緯でできた曲なんですかはい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 、あの曲ですね、あの曲どういった経緯、うん、もううなぎが登場する曲なんだけどさ、はい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 、ね、私うなぎが大好きなわけですよ。それまではそんなに好きじゃなかったんだけど、高級品だとは知ってはいて、うん、ある時食べたらすごい美味しくて、うん、だからうなぎっていうのはなんかもう雲の上の存在みたいに思ったの、うん、うなぎなのに雲の上なんだ。そうそうだよねねえ、はい、雲の上みたいな、それね、うん、そうすごく美味しいって気がついたんだけれども、スーパーとか行ったらさ、そういううなぎとかが例えば売れ残ってくわけじゃん、夕方になってて、でそう売れ残った商品ってさ2割引きになってったりさ、なる、ね、もうちょっと時間経つと半額になっちゃったり、なるなるなる、よく考えたらその日のうちに捨てられちゃうんかなとか思ったら、なんか切なくなってきちゃって、うん、うなぎが割引なの、わかる？ヒューガ大輔がスーパーで割引になってる。いやいや、比べちゃダメじゃん同じにしないでくれ、うん、まあね、もうそういう感情に、そういう感情になる、至りまして、なるほど、でそういうことを、ね、考えていたらバババって曲が書けたんですよ、うなぎの気持ちになって。なるほど、じゃあ皆さん、うなぎの気持ちになってね聞いていただきたいと、よろしいですか？はい、思います。それでは皆さんお聞きください、高橋明日香でうなぎのプライド。人間様の買い物ラッシュの時間が
雲もないあいつらと俺はまだここに残っているから。ああシールを貼られた2割引き、俺は2割引きのうなぎだ。うなぎ仲間はよ定食屋のあいつは見事なさよなら。 Hey うなぎ仲間はよ寿司屋のあいつはカピカピだとさ。おい人間様はよ俺らを捕まえたなら責任持って天国へ連れてってくれ。俺の任務はまだ終わってないぞ。最後のシールを貼られた。俺は半額のうなぎ、もっと価値はあるぜ。悔しいが俺はもうお買い得のうなぎだ。誰でもいいから早く早く俺を天国へ。 Yeah, yeah, yeah. うなぎのプライドでした。お送りした曲は高橋飛鳥でうなぎのプライドでした。はいはい、ということでさあもう10月にそろそろ入ろうかという時期になってきましたけども、うん、10月の31日からこれね月またいでるんで意外とねどっちなの10月なの11月なのって言われますけど、ね、両方です。10月の31から11月の3日まで4日間にわたってカラーノート2が開催されます。はい、詳しくはねホームページの方からご覧いただいてぜひお申し込みいただければと思いますので、今のうちならまだ結構前の席空いてるかもしれません。よかったらぜひ会いに来てください。そしてラジオ番組風ライブということなんですけど、はい、当日もそのお客様にね来ていただいてお客様にお題をいただいたり書いていただいたりするんですけど、はい、事前にもねサイトの方で投稿コーナーを設けているので、うん、私のサイトの日向大輔のサイトの中にそのカラーノート2の公演サイトがありますけども、うん、そこに投稿ボタンという水色のボタンを設置してあります、はい、そこでカチッとクリックしていただくと、質問が書いてありますので、うん、ぜひそこに答えていただいて、うん、お客様がいらっしゃる時にその公演ね6回あるうちのお客様いらっしゃる時に合わせて読むようにいたしますので、うん、ぜひぜひね投稿してくれたねお客様がいらっしゃる時ね、そう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 、ぜひぜひその自分の投稿が読まれるのを本番でも楽しみにしていただければと思います、うん、はい、はい、あとはあすかちゃん大丈夫ですか特には。うん、うん、もうとにかくその日に向けて私たちは、ね、一生懸命練習しています。はい、そろそろいろいろとね煮詰まってまいりましたので皆さんうなぎを食べて秋をね、うなぎでもあんま秋食べないか秋食べてもいいんだよね、うん、いいよ、うん、食べてもいいんだよね昨日も食べたしねそうかそうかそうか子供の頃ね土曜のうなぎの土曜はサタデーだと思ってた。土曜の牛の日だよ。土曜の牛の日のね土曜は土曜の牛の日なのに牛食わないでうなぎ食べるんだね土曜日じゃないしみたいな土曜日じゃないしツッコミどこ満載みたいな間違いだらけのね感じでしたけど字が違うからそう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 そんなことを思っていた日向大輔でした。じゃあ最後にうなぎで高橋飛鳥が今回のカラーノート2のことをどんな公演か見どころを言ってくれます。あいうえ作文うなぎどうぞ。う見どころ、ううーんってうなるよりもななんて素晴らしいのって叫ぶ時の方がぎこちなく多い。なんじゃそりゃということでどうもありがとうございました。ぜひ本番遊びに来てください。お相手は日向大輔と高橋飛鳥でした。それではまた会う日までバイバーイ